男性向けビジネススタイル講座を始めましょう。今日のテーマはありがちな NG セットということです。スタイリストの高野久香さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はダメセットというか NG セットということなんですけれども、はい、これはなんか一見良さそうですけどもダメなんですかね。はい、あくまでもビジネスオンビジネスについてですので、スーツというふうに考えますと、シャツがまずボタンダウンであるということがダメですね。なるほど。これは前にもシャツのところでお話ししたと思います。はい、そして靴下、あ、ちょっと短いってことですか、これは。そうです。あ、ロングホールというものを、はい、すね毛が見えない程度の長さは必要ですということです。うん、このもうちょっと倍ぐらいあれば良さそうですね。倍以上、いや倍なくてもいいですよ。ハイソックスぐらいの膝丈のが正式なロングホールと言われているものなんですけれども、はい、これは多分すね毛見える長さなので、うん、もうちょっと長い方がいいですね。リスクが高いということでね、これは選ばないようにということですね。はいはい、足を組んだ時にすね毛が見えないようにということですね。はい、とこのネクタイはダメなんですかね。スーツと考えるとちょっとカジュアルチックというのはカジュアルすぎるかなと思います。公式館にかけるということですかね。そうですね、公式な場所ではちょっとラフすぎるかもしれないので、ジャケットスタイルの時にはダメということはないです。あとこの靴は、これはローファーという紐がないタイプのものですね。なるほど、これもダメなんですね。はい、ローファーというのは、別名怠け者という名前がついていまして、あるいは、武将者という意味がついております。紐があるのが正式です。ではどういうものがよろしいんでしょう。こちらですか、手本になるのは。はい、お分かりになりますかね。これ紐靴ですかね。紐ですね。紐で、前の方に横に一文字が入っているものをストレートチップと言いますけれども、これが最も公式感が高いと言われています。それの黒で、色は黒ですね。はい、で、もっと言いますと、内バネ式と外バネ式というものがありまして、あ、なんかちょっと高度になってきました。そうですね、それはちょっと、はい、この画像だけではちょっと分かりにくいので、お調べになっていただいて、内バネと外バネ、はい、内バネの方がより正式感、はい、正式ですという意味です。ってことは、最も公式感が高い靴を選ぶときには、内バネ式の黒い紐靴で、ストレートチップ。ストレートチップで、はい、一文字が入ってるってことですね。はい、では、茶色でも、あ、これ茶色、焦げ茶色ですけど、ね、焦げ茶でも構わないんでしょうか。そうですね。フォーマルな場所では黒が間違いないんですけれども、職種や職員にはよりますけれども、茶色でも明るい茶色ではなければ、このぐらいダークな茶色であれば品を落とすこともなく、形はあくまでも紐付きの内バネ式の一文字の入ったストレートチップであれば問題ないです。おしゃれ度が上がるということですね。なるほどね。ポイントはあんまり明るすぎないということ。そうです、明るすぎてしまうとパンツの丈の長さを強調して足が短く見えてしまったり、それは危険ですね。足元だけ浮いてしまう、はい、ということがあります。はい、わかりました。ありがとうございます。今日はありがちな NG セットということで解説をしていただきました。